せーの、本日のよろぴこ。よしこ最高フレーバーよろぴこ。4試合6試合手を抜いたんでしょ。抜いたんじゃねえんだよ遊ばれたんです。ヒット1本で勝った時なんかな、俺も自慢話になっちゃうから言わないけど、はい、江川からホームラン行ったもんでさ、神宮で完封して勝ったんだよ。すごいやって、昔の人ってすごいですよ、うん、だから今の若い人たちって、今野球こう見てる人たちって、うん、その時代を知らないからすごいっていうのしか見えてないんや、うん、ただ俺まあ本当若くから出させてもらって、はいはい、その前の時代をちょっと知ってるんで、それをちょっと比べて、いやもっとすごいプレーあったよなっていうとこを見てしまう。まあなるほどね。だからちょうどそういう年代だよね。そういうことですね。で65から70の間ぐらいでした、はい、だから外野守備でも要は間一髪なんか下手っていうからね。うん、福本さんなんかね。そうですね、うん、打球だってええ球がいると思ったから本当に取れるんですよって言ったんだよね、うん、普通にピューっていってピューっといって、それからボール来る感じ。だからこうもこうもしてないよね。だからうまいってやつでもちょっとこう膨らんだりとかはするけど、福本さんとかあと 山森かゾーン、うん、やっぱうまい人がたくさんいた。あの頃ヤクルトと優勝した時大杉さんいた。でセカンドがセカンドヒルトン。ヒルトン、あヒルトン、はい、ヘタヒルトンで、でバッティング良かったじゃないですか。ああ、それで水谷さん、サードが船田さんかな。船田さんか、スミさんが。スミかね。スミね。はい、スミ同級生ですから。あ、そうですね。そう。うん。あと第一ですよね、うん。杉浦さん、ファーストでちょっといた。あ、杉浦さん。キャッチャーが大谷さん。八重樫な。八重樫さん。で、ピッチャー、井原さんいましたよね。頭ぶつけられましたよね、大谷さん。あれは、あれは有名な味だけどね。セカンド盗塁したらさ、後ろ向いて、出て、こうやって後ろ向いたら、こうやってポコ。大谷さん、肩強かったでしょ。あれは大谷さん。めちゃくちゃ肩強かったな。あ、そうなんですか。出られたら扱ったんないですよね。当たんない、もうほら。あ、まあそう、確かにそうですね。平野さんが投げて、こう、かかんない、こうやって、はいはいはい、ここへ、コーンだって。あ、俺は池谷さんのケツに当たる。そうそう、ショートからケツられてるじゃないですか。それとは違う。あ僕、一三連の一三、巨人戦一三塁ですよ。若い時に、コラケンですよ。一三塁で、ダブルシルクだったんです、僕。うん、でショートじゃないですか、うん、で、取ってサードランナーが走ったら、あ、ホームやと思った時に逃げれんかったんですよ。時に、あの時に教えて、野手は高い球は取れんぞと、うんうんうん、ね、どんな上手くても、うん、ワンバンでもショートだって、小バンでも、はい、低いの取れると、はい、そこ頭浮かんだんですよ。一瞬ペットね、パッひらめいた、抑えなか、パーン投げた、そこにはピッチャーがいますよまああの辺にな、まあ、全身守備してるところだから、ね、池谷さんがしゃがんでた。あ、池谷に当てた池谷さんの尻にボーンってた瞬間池谷さんがなんかあったんだ今でもね、青く腫れてるって言ってましたよマジで、ほんとね、コンマ何秒で投げる瞬間やっぱ浮かぶんですよね、野球選手ってね、時間が、うん、ほんとわっ、上いかん、上いかん、抑え、抑えろ、バンバンでもいい、パーン投げた瞬間、ケツが見えるもんね。あのね、昔のここ、まあ、要するに、もう教え込まれてる人間だから、はいはい、一瞬のうちに座って出るんですよ。すごいっすね。握り損ねたら高いボールはダメだっていうのも、うん、頭と体で分かってるから、そういうのが出て、たまたまそこに池谷がいたんだから、お前が悪いんだ。これよかったですね。両方さ、ピッチャーもこうやって取りに来てるから、はい、目の前にいるの分かってるよ、だからこれは君の責任じゃない、ダブルシールね、防ごうと思ってサードランナー帰ってるから投げなきゃいけない、投げなきゃいけないんだけど、どっかのクソ握りしていくから高めはダメで、パッと押さえたら目の前にケツがあった。そう、あの時当たった瞬間の池谷なんか今でも忘れるんです。こうやって井原がもし会った時この話もらうな。ちょっとパクリな。井原さんはでもこうなってくるね。でも頭をこうやって押さえてくる。池谷こうやって笑っていいんですかね。そういう話っていっぱいあるよね。ありますよね。でも
今の YouTube だからこそこういろんな話が出てきますよね。そうなんですよ、まあ、ね、うん、昔の話が、野球離れてるしね。そうですね、言ってもいい話だから、ね、はい、だから昔のピッチャーとさ、はい、この間のこと大谷選手が手引っ込めてショートかなんか取ってゲッツになったプレーってあったあった、すごいって言って、はい、あれもすごいよね、はい、でも昔のピッチャーってみんなそうだったんですよね。僕らの場合は取れなかっただけなんで、で野手に手出すなってその前に言われて、言われても、ね、まあそうですよね。こういう時に大体ファーストランナーの感覚だったらセカンドかショートはどっちか入るの分かってるから、はいはいはい、どっち側に来たボールはもう取らない、うーん、 ある程度近くに来てるのよ、はいはいはい、で自分はもう絶対にゲッツーするときこっちに来たボールは全く取れない。で大谷君はその状況を見えてすごいよね。こっち来たから分かってる、ね、後ろの守備位置も分かってすごいわ、ね、そうですね。で俺たちの頃は野手がここおるっけ、うん、取るなよって言ってくれるから、うん、なるほどなるほど、ちゃんとここにいるからなって、はいはいはい、ピッチャー分かった、はいはい、ここによる手出すなって、はいはい、大体で守備の上手い人手出してこうパーンと弾かれる、取れてるやろ俺がとかね。そうですね、あるよね、なんか分かります。そうするとね、今のような顔するのよく見てるからボールをさ、ポケットに転がってきたボールを持ってピッチャーと受けてこんな顔して見てるこれはね、よく見ますよね。でピッチャーだけ本当、大野さんのピッチャーって本当面白いですよね、マウントってこんなでしょ、大体じゃないと投げれないですよね、うん、集中しないと。もう人の話聞いてるか、聞いてるって、大野さん、いい大野さん、次牽制ですよ、はいはいって言うんだ、はい、わかったわかった、バーン入った、パーン、おーいホームかいって言った、大野さん、牽制ってさっき言いましたよって言った、ん、何がそこかいって。だから結構ピッチャーでガーって入り込んできますよね。というかもう試合経過とかもうボールカウントとかいろんなことを見てきていると、そういうことを言われてる時にはもう自分がこうやって野球やってるからファーストランナーいるな、じゃあこうしなきゃいけないなってガーッとくるわけ。うーん、だ言われてることよりも、はい、もうこっちに自分に入っちゃうからね。だから何言われてても後で聞かれたら、ああそうだったかなっていうぐらいしか聞いてない。そうですよね、キャッチャーの言うことは聞いてる。ああ、そうしないとキャッチャーに迷惑かかる。だ確かにですね、2人はもうペアみたいなもんで、そうですね、野手お前守ってるっていうようなもんだから、はいはいはい、ね、だからもうみんな年下だったらもう大変ですよ。そうですね、じゃあ俺らいちいち指示すんなっていうようなもんだそうなりますよね。大杉さんの時だけですよ、大杉さんが松はこうだからなって言ったら、はいって、ああまあまあまあで大杉さんのさ、有名な話でボレスって言ったじゃないですか。おボレス知ってんだからね、で有名じゃないですか。ちょっと揉めて大杉さんとボレスがバーン殴って倒れたからね、一発でね、ボレスが、あボレスを殴ったんですか、うん、大杉さんがすごいですね、一発でゴーン殴ってゴーン倒れたからね一発。あの人のね、あのそういうその沈めるのはすごく上手な、うん、乱闘になった時のね、うん、だからそういうのって本当に優しいんだけど、はいはい、チームメイトを可愛がってくれるから絶対気がする。ほんとに優しかったよ、来た時に、はい、一番に目の前にいるのは全部大杉さんだから、ピッチャーの時まず逃げろ、はいはい、絶対相手するな、俺らがするから。それで何回も覚えてね、自分のなんていうのかな、私生活も揉めてるんだ沙汰になりそうなことがしょっちゅう。いやでもね、本当ね、優しかったな。広島で一緒に飯食って酒飲んでして、すごい言葉遣いもね、ものすごい優しくて、もうすごいよ。あれ考えてごらん、その前さ、東映フライヤーって、そうですよね、あの時代ですもんね。大下さん、ハク、うん、さん、はい、大杉さん、張本さん、それかブス島さん、あブス島さんね、うん、ブス島ってあのヒットを打つ名人、大事よ、大事ですよ、大事ですよね、あのメンバー。東映フライヤーですからもうあの頃の東映のね、あの女優はもうめちゃくちゃ綺麗だったんだから。その人たちのみんなの東映に入るため入ったら浮きなんできるから。あというのはもう俺ら羨ましかったもん。すごい羨ましかったもん。だいぶ本当がいて。あの東映フライヤーズの選手はみんなあの女優さんなことってたこういうのってあったもん。ああそうでしょうね。おいお前髪を通してね。おお。ちょっと待ってください。いやどんな気分なんですか髪を通して。早いですね。ちょっと待ってくれって言ったの。それは最悪ですよね。最悪でもね。何々くん。
うわーすごい。本日もご視聴ありがとうございました、チャンネル登録といいねをよろしくお願いします。それではゲームセット、次回もよろぴこ。